おはようございます。時刻は8時37分になりました。4月14日の今日は木曜日です。今日も小森小森康則が天神橋筋商店街天禄天小森スタジオから朝刊チェックをお届けしてまいります。生配信をご覧の皆様、そしてアーカイブでご覧の皆様、どうぞお時間の許す限りお付き合いくださいませ。昨日は大阪。 平方では30度真夏日になりました大阪市内でも結構気温が上がっておりました今日は朝方雨がパラパラっと来てまして今は上がっていますね傘持ってる人ははい天神橋市商店街いないようですけれども、えー、で昨日の夕方会社、えー、天こモりスタジオから梅田第三ビルにございますアンテリジャンに行きましたらちょうどうちの女性スタッフが 電話をしておりまして、で、入って、手の消毒をして、中入っていきますと、あきっと、てこぼりスタジオの問い合わせを受けてるんやなという感じがいたしまして、しばらく耳を傾けておりましたら、えー、松井さんたちとの、松井さんたちじゃないです、松井さんとの,、えー、あのチケットですね、はい。 こちらほろよいニュース解説4月23日号のチケットの問い合わせを受けているとで、まあ、今、ここに出ていますけれど考えてみますとスマホでご覧の方スマホでこの QR コードは、えー、使えないわけでありまして、はい、でいろいろとご説明をするんですがなかなかか、ねえー、み合わないところもあってで、まあ、僕、電話変わりまして。えー あのお話ししたんですあのチャットもされている方だそうなんで昨日もチャットに、えー、この URL、うん、ですね、えー、こちらをクリックしていただいたらチケット販売のところにたどり着きますよということはお話ししたんですけれどそれ見当たれへんと。えー いう,ようなことであの別にその方が悪いんじゃなくてあの要は仕組み上の問題でちゃちゃっとできる人とそうでない方はもちろんありますんで,でご説明をさせていただきましたほろよいニュース解説でてんこ盛りスタジオで検索していただきますとテケットというところで買えますよというふうにお話をしました。今もひょっとしたら 今日ライブでご覧いただいているかもしれませんが、こちらで全部、いつ何時あの何枚売れたかというのが全部分かるようになっておりまして、えー、昨日の朝8時53分に買われた方のが、今、最後の <laughs> ことなんで、昨日お電話いただいた方、まだすみません、買えてないですよね、えーえー、もう一回、チャットのところに貼り付けときましょうか。はい えー、こちらの URL をい、はいえー、クリックしていただきますと販売ページに飛びますのであの、うん、もう言うてもだんだん近づいてまいりましたあと10日を切っておりますのでぜひ、えー、ご覧になりたいという方はそちらでお買い求めくださいませスタジオ生観覧の方は定員いっぱいとなりましたのでどうぞ。 ネットでですね視聴をしていただければと思います生配信の後しばらくはアーカイブでもご覧いただけるようにいたします今回は有料配信実験的にさせていただきまして松井さんとのこのやり取りが今後 商業的に続けられるものなのかどうか、<laughs> 我々の人気はそんなにないのかというところの取り組みでございます。ひょっとしたらこれが最後ということになるかもしれません。皆様の視聴者、あ視聴回数というか、ですねそれ次第でございます。はい、もうそこはもうあの <laughs> お任せいたします。はい、さあ今日日から3日間 また、公益財団法人、藤井財団の提供でお送りをしてまいります。藤井理事長、どうもありがとうございます。私、いろいろと藤井財団の活動のお手伝いをさせていただいておりまして、後でまた見ていただきますけれども、新作の対談とか、そしてアニメもいよいよ公開でございます。えー、津田梅子さん 今度新しくお札にままたなりますね、はいえー、女性を初めて取り上げました津田梅子物語とそしてアフガニスタンで移動を掘りもちろんお医者さんとして命を救いそして用水路を引き最後銃弾に倒れてしまったんですが中村哲さんの物語というのを、まあ、従来のアニメとはちょっと違うテイストでうん、まあ、小学校低学年はちょっと難しいかな高学年にならないと分からないかな。でも 大人の皆さんにも見ていただいたらああこういう人なんだっていうことを分かっていただける作品を作っておりますのでこれをこの三日間ご紹介をしてまいります今日は読売新聞を買ってまいりましたでは朝刊チェックヘッドラインですウクライナを侵略するロシア軍が多くの民間人を殺害した疑惑についてアメリカのバイデン大統領は ジェノサイド・集団虐殺だと初めて明言しました欧米諸国が戦争犯罪救命に向けた支援をする中ロシア軍はウクライナ東部制圧に向けて攻勢を強めていますフィンランドのマリン首相は13日 NATO ・北大西洋条約機構加盟に意欲を示し数週間以内に加盟申請するかどうかを判断すると述べました またその隣にあるスウェーデンも NATO 加盟を同時に申請するという見方も出ていてロシア側の反発が予想されます円がどんどん安くなっています昨日の東京外国為替市場では円は1ドル126円台と20年ぶりの円安水準となりましたこの1か月でドル相場対ドル相場10円値下がりしています 新型コロナウイルスワクチンを3回受けた高齢者は、2回、もしくは1回の人と比べて、重症化率や致死率が半減することが分かりました。ところで、岸田総理大臣は昨日の参議院本会議で、新規感染者数が増加傾向にあることを受けて、まん延防止等重点措置の必要はないとの認識を示しました。 JTB と HIS はコロナ禍で中止が続いていたハワイ行きのパック旅行をおよそ2年ぶりに再開すると発表しました国産ジェット旅客機スペースジェットの開発を行ってきた三菱航空機がアメリカ・ワシントン州にある開発拠点を3月末で閉鎖していたことが分かりました プロ野球阪神タイガース昨日の中日戦に先発が予定されていた伊藤雅史投手や藤並慎太郎投手らが新型コロナウイルスに感染したと発表しましたそれでも試合は行われ3安打無得点点を取らなければ勝てません延長10回さよなら負け14敗目勝率0.67 0割6分7人 首位巨人とのゲーム差は十となっています。以上朝刊チェック4月14日のヘッドラインでした。はい、今朝も生配信200人近い皆さんにご覧いただいております。高評価34でございます。 ぜひポチッとお願いいたします皆さんの高評価であ、こんなこんなコンテンツやってるよというのを YouTube により多くの人に見ていただけることができますのでどうぞよろしくお願いいたしますさて、えー、今日は読売新聞です一面トップアメリカバイデン大統領ジェノサイド集団虐殺大量虐殺であるということを認めたということですまあ これまで我々が見ているウクライナから発信される情報、まあ、これはロシア側はフェイクだと言っておりますけれども、どう見ても集団虐殺であろうというふうに思えますよね。しかし、明確には認めてはおりませんでした。しかし、局面は変わっております、はい。ロシアによる非人道的なこと。 ただただ砲撃をしてそこに民間人がいる、まあ、これはアメリカが日本のを空襲する時に、ね、家を焼夷弾で焼き尽くしている時いやいやそれは非戦闘員だけれどもしかしというまあ理屈はある意味アメリカ側としては成り立つこと日本で亡くなっていった人たちは当然、ね、それは巻き込まれたというふうに思うわけですけれど。 ししかしまあまあそれを黙っているというか黙らされてきたこの70年、80年があるわけですけれどえしかし、もうそんなんとは全然違うとうん捕虜を虐待するというのでもないえ明らかに市民、民間人戦闘員ではない人に対する本当にひどいこと。これが 各地でその証拠が残っているとで、まあ、それに対してようやくジェノサイドであると戦争犯罪であるということを認定しております先週とは違いロシア軍が行った恐ろしいことを示す証拠が次々に出てきているというふうに述べました ICC 国際刑事裁判所すでに戦争犯罪の捜査を始めていてアメリカ政府も国際的な捜査チームを 支援するる方針であると確か ICC への最大の分担金拠出国は日本であったかと、えー、思いますけどね、えー、まあまあ,あのぜぜ,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 ぜ出すからどうのということでももちろんないんですけれど、うん、しかし、まあ、こういった戦争犯罪をしっかり裁く、まあ、裁いた ところででではあるんですけどそれでもやり続けないといけない、昨日もお話ししましたが、嘘をつくやつは平気で嘘をつくやつは死ぬまで、一生嘘をつき続けますんで、逃げまくりますんで、そこにこちらがつかれて諦めてしまってはならないということですよね。うん、でうん、一方、ロシアの大統領報道官は、この バイデン大統領がジェノサイドであると言ったことに対して、全く受け入れられないと言っております。で、しかも、お、攻勢を強めています。東部で、はい。ロシア軍はマリオポリの制圧に全力を上げていると。いうことですね。そこでは化学兵器使用というような疑惑も出ております。まあ、ロシアは、それも。 自作自演であるというようなことを言うんですけれどね、で、昨日の NHK ニュースウォッチ9で、えー、出てきてた人が言ってました、うん、もうこれはもう本当に第3次世界大戦につながりかねない今の状況なのであると、えー、そうですあ、ね、と、ね、で取り上げますけれど、スウェーデンやフィンランドといったところも NATO に加盟していくという動き。 これまで中立と言っていたんですが、えー、それはまあロシアにとっては怖いことであると、まあ、そゃそうなんでしょうけど、まあ、こんなひどいことをするロシアのいうことですのでね、えー、で、まあ、化学兵器の使用であったりとかあ核兵器の使用ということも十分に考えられる状況に今なっているのだと、うん、でそこをそれを何とか止めないといけない。 もちろんウクライナで虐殺される人ウクライナで戦っている人ねえー、政治的にいろんなオプションがあったにしてもですよ今やられてるのはロシアがもう正義に反して侵略をしてきてるわけですからまだ侵略という言葉は限定的にしか使われていません私はもう、えー、入ってきた当初から侵略であると。侵略されていること ロの,の歴史的な評価はまた改めてするとして今起きていることに対してウクライナの責任をどうのとかっていうことロシアはひどいことをしているんだけれどもウクライナにも,も責任の一端があるんだというような議論がありますよねそういうことを言う人それは純粋にバランスをとって言おうとしているのかもしれないしうん一方でちょっとでも ロシアにプラスになるようにという思惑を持って言っているのかもしれないですけれど今やっていることというのはもう明らかにもう交通事故で言ったらもう100対0でまあそんなこともなかなかないんですけどね保険認められませんけれどロシアが悪いんですけどそれでもそ,れでもその先のことを考えると別にウクライナの被害に目をつぶれということじゃないんだけど世界を巻き込む 戦争になるかもしれないので、そういう意味でロシアを。ロシアにそのスイッチを押させないための。うん、まあ、逃げ場というかあ。追い込みすぎて、その世界大戦にしてはならないという意見を言ってはりました。うんまあ、それも分かるし、それも分かるし。でも。じゃあ万引きぐらいやったらええのかとか。か っていうようなことのようにも思いますしねあかんことはあかんのだという毅然とした態度も必要だし、まあ、かといってじゃあ世の中世の中全体が乱れてしまうことの問題というのもまあもちろんあるんでね、うんまあ、まあその先生の言うことはなるほどなと思って聞いてはいましたけれどもで、えー、今日、 読売新聞が第二社会面で取り上げているのが、まあ、こういった虐殺とかっていうことがフェイクであると、ね、で隠された真実があるのだというその、うん、陰謀論に組みしている人たちが一定数いると、まあ、だからあ嘘をつき続けるのだろうし嘘をつき続けているとそういう陰謀論を信じる人も少しずつ増えてきてしまうのだと。 で日本も、まあ、当事国ではないんですけれど、えー、日本人がそこで陰謀論をばらまいているということもあるのだというんですね。とい虚実の狭間ロシアによるウクライナ侵略で民間人が虐殺されるなど悲惨な事態が伝えられる中日本でも、いや、それはウクライナの自作自演なのだ。 というような言説がツイッターなどいわゆる SNS で拡散されているとでもそれはもうはっきり言って根拠のない張なんですが一部の人がその陰謀論に強く引き寄せられているのだということですうんまあ今この私の YouTube 朝刊チェックをご覧の皆様は まあ、再生回数でいうと数千人単位でそんな中にこういう陰謀論の人もいるのかもしれないしいないのかもしれないしかしまあこれはまあ数千人単位の話なんでこれが1億2000万人の日本で考えるとそこそこの数いてはるということになりますでこういった人たちを分析しましたはい。 えー、ウクライナはネオナチに支配されているプーチン大統領はウクライナを救う光の戦士なのである、まあ、まさにロシアのプロパガンダに乗っかったことを言っている人がいる3月の初旬ウクライナ侵略が始まってしばらくの頃登録者フォロワーはもう数万人いる。 私でツイッター1万人ちょっと、まあ、この YouTube も1万500人ぐらいですから私よりも影響力があるという人たちですね。でその後ロシアによる単なる戦闘行為ではなくそれの巻き添えということでもなく残虐なことというのがどんどんと伝えられてきました3月末から4月にかけていや虐殺は捏造であるのだというような投稿が。 ま、はい、ましてそれがまたリツイートされている、まあ、リツイートというのは必ずしもサインを表すものではないとはいうもののですよ、ね、えどんどん広げていくというのが、ね、注目される情報それはよしあし別にしてそれがいわゆる SNS というものですから1対1ではない1対ターで広がっていくそして悪い情報変な情報ほど早く伝わっていくこれは、まあ、コロナの時もありました。 でこうした現実離れした主張を繰り返す発信者はどんな人かとたどっていくと別は実は別の時にも別の陰謀論を発信していた人であるとウクライナの問題ロシアの問題について詳しくてその情報ソースを持っていてで大きな新聞テレビ局などが報じるものとは違うのだという主張をしているというようなことではなくええ たただただ変な話何があっても隠された真実があるのだと言って、まあ、僕からしたら喜んでいる人何でもいちゃもんつける野党もありますけれど、ええ、あのもう陰謀だ陰謀だと常に言っている人新型コロナワクチンについて殺人ワクチンであると世界の資本家が人口削減を狙っているというような。 ありもしないことを言っている人が今回、ウクライナへの侵略についても陰謀論を発信していると。うん、キューアノンですねトランプ前大統領を信奉する人たち、うん、闇の政府ディープステートと戦っているのだと大統領選挙には不正があったのだという人たちですね。うん、で ウクライナはネオナチだという投稿を拡散していた人、うん、1万アカウントこのうち88%がワクチンに否定的な内容をそして47%がーアノンに関連する主張を過去に拡散させていたということなんでつまり今旬の話題言い方は嫌ですが旬の話題に陰謀があるのだということを言う癖のある人ということですね。 うん、読売新聞が取材しました教育関連の仕事をしているという地方の女性何かそういう特殊な結社を作ってというんではなく普通に生活をしている人なんですね、うん、コロナをきっかけにネットで真実を探すようになり世の中の矛盾が見えてきた日本のメディアの報道や公式発表にはない 隠された真実があるるのだとと思っているというんですうんでこれはそうですね今、まあ、愉快犯でしょうかいや多分、まあ、そういう人もいるのかもしれませんがおそらくそういうことではないでしょうその人の心の問題まさにその人の心の嫌みを そういった陰謀論を言いますと本当に何人かの方に「まあ、いいね」が押されるわけですね、まあ、これはまあ僕の中にもきっとあるでしょうそして今チャットをしている人、えー、この人たちにもあると思いますごく一部の人たちから「いいねいいね」とこう言って でもらうそのことが快感であるっていや今チャットしてる人をバカにしてるわけじゃないですよ、ええ、そんなことを言ってるわけじゃなくて、まあ、盛り上げてもらったりとかあるいは、ええね、楽しんでいただいているならそれでいいんですけれどそういう承認欲求ですね、ええまあ、誰にだって承認欲求はある,あるんだけどそれを家族なり同僚なり、ええ、友達なり からしてもらえないがゆえにそれを埋めようとするとこういう陰謀論を言って99%の人からはバカにされるんだけれどー1%まあ1%っていうのは便宜上言ってるだけのことですがごく少数の人から認めてもらえるとあ認めてもらえたんだとでそれが1いいね10いいね100いいね1,000いいねついた時に私ってすごいって 思えるるがあるとだから別に旬の話題である方がみんなが飛びつてできますし孤、えー、頭無形なことであったとしても孤頭無形であるがゆえに余計余計にいいねっていう人はいるでまた SNS の特性上そういう自分の好きな情報ばかりが流れてくるというふうに自然になっていくので。 ええ、右の人だけど朝日新聞を読むとか左の人だけど産経新聞を読むとかっていうあえてそういうことを理性的に何かしようとするのではなく、ええ、SNS っていうのは YouTube も含めてですけれど自分にとって心地いい安穏としてられる状況を作ってしまいますのでね、うん、そういう傾向にあるのだということを 分かかっておなななければならないそしてそういう人たちが危機として書き込みをしている世界であるのだということも分かっておかなければならない、うん、まあそれが1%って言いましたけど、まあ、例えばじゃあまあね1,000人が今、まあ、今は234人ですか234人として1%やったら2人か3人ということですけどまあまあ例えば今チャットしていただいている方でいうと、ね、いつもやっていてる方ている方 何十人かいら楽しい,楽しいそれはいいんですよあのそのことを別に本当に責めてるわけでも何でもなくてただそういう、えー、実生活の中で満たされないところを、うん、SNS の,の陰謀論を発信したり読んだりいいねするっていうところで発散しているっていうこともあるのだというのは、まあ、今ウクライナで 起きている残虐な行為とはちょっと離れるんですけど今、話題として何度も言いますが嫌な言い方ですが旬であるということからそういう情報が出やすいタイミングなんだと、まあ、コロナの時はコロナだしアメリカ大統領選挙の時には大統領選挙だしっていう、まあ、そ,れをそのお話がしたかったそこは注意をしないと本当にいけないですね。9時3分えそして これまで中立を謳っておりましたフィンランドロシアと国境を接しておりますそしてその西にあるスウェーデン同時に NATO 北大西洋条約機構への加盟をするのではないかという見方が出ていますまずはフィンランドサンナ・マリン首相加盟への意欲を示しました加盟申請するかどうかを数週間以内に判断するというふうに言っております 1300キロにわたって国境を接しております冷戦期からどちらの軍事同盟にも属さないという属さないという軍事的中立を掲げてきましたそれは地政学的にそうせざるを得なかったということもあるでしょうただこのままでは怖いと NATO 加盟を支持する人が過半数に達しているとそのお隣西側スウェーデンも NATO 加盟を排除しない という立場ひょっとすると同時に加盟申請するという見方も出ていますロシア側は、まあ、もちろん今ウクライナを制圧するということが第一の目標ではありますけれども、えー、フィンランドにも脅しをかけるような動きをしているということであります以上ウクライナ情勢についてお話ししました9時4分 円安20年ぶり126円台この1か月で10円下落いたしました、まあ、日米金利差がありますそしてもう日本の企業に投資したりとかしてもう、うん、成長せえへんやろうというような見方もされている、うんまあ、これは、まあ、このエネルギーの 口頭とかっていうことだけじゃなくって日本経済あるいは日本人そのものの活力ですねえー、ここがまあ、諦めにも似たそういう,う感じまあ、僕はもう61になりますから正直20代の人30代の人と同じ価値観を共有できるかというと歩んできている道も その年数の違いだけじゃなくってそもそもの価値観がもう全く変わっていますしそれを最近の若いもんはっていうつもりは全くなくただあの、まあ、僕たちが経済も成長していった中であんなこともしたいこんなこともしたい、ね、車も欲しい海外旅行も行きたいって思って、まあ、今から言うとハラスメントにも耐えながらあー残業もしながら。 頑張ってやってきたっていうああいうパワーが今日本から失われていっているようにまあジジイの入り口に入っている私なんかからは思えますいや何を言っとんねんとジジイさんと、うん、いやそれでもいいんやといや我々は我々何やってんねや、まあ、それは多分ここあるかとは思うんですけどしかしまあ実際世界が日本経済をどう見ているかというとそんなに伸びしろがあるようには思えない。うん でまあその鋼材の財のところを一つ作っているのがまあ物価が上がらないということで百均という素晴らしいシステムつい先日までこの横で営業して貼りましたシルクという百円ショップがございました、えー、NHK のクローズアップ現代が追いかけているというのを対象からずっと聞いておりましたんで、えーえー、そこの 1一個,の一個の店の話なんかなと思って昨日のクローズアップ現代ご覧になりましたでしょうか NHK プラスでは、えー、見逃し配信昨日僕前半が見られてなかったんでプラスでもう一回見,は見直しましたけれどあのいや、あのー、シルクのおっちゃんの家の話ではなくて、まあ、実際、天落の店は閉めましたけど河、えー、内野だったかな富田林だったかなどっちかその辺で、あのー、奥さんがやってる別の店があるんでそこで商売を続けてはるんですけど。 百均ショップが立ち行かなくなくっていると、まあ、円安もそうです、もう素材の高騰、そしてえ中国、人件費が安いから中国で作ってもらってたっていうところの人らも経済成長していく中で同じものが日本やと100円だけどえ他の国に持っていったらそれはまあ現在の貨幣価値で言ってえ200円であったり300円であったりで売れるので、え。ー 安けりゃええと思って買ってきた日本人、うん、ありがとうって言いながら、えー、結局物の価値自分たちの価値日本経済の価値を既存し続けてきた別にシルクのおっちゃんが悪いんじゃないんですけど、えー、結果として、えー、そんな日本に安くう売ってもしゃあないと。うん、で作業する人も まあ中国の人ってほんまにね時給が10円ちったら隣の工場へ平気で、えー、転職しはりますからね日本の感覚だとちょっとそれはと思いますがそこは言い割り別にしてあの人ら割り切ってはりますからあ、まあ、そんなの作,る作りませんという話ですよね、うん、これ昨日のクローズアップ現代でやっておりましたわだからまあ,まあほんまにますます日本の経済はしんどくなってい いきます、まあ連日お話をしておりますがこれ別にあの陰謀論でも何でもなく私が聞いているいろんなお話をもとにして読んでいる記事などを考えるとです、ねええ、生活もしんどくなっていきますよ、うん、まあ儲けてる人は儲けてありますけどね、ええええ、いわゆる、うん、弱い立場にいる人たちの生活がますます苦しくなっていくであろうというふうには思います。 まあでもダイソーがあの、えー、銀座に店出しはるみたいですね。うん、これは経済面、えー、ですね、はい。ダイソーの旗艦店、銀座で明日開業100円ショップ、まあ、ダイソー広島の会社ですけれど全国に展開をしています。マロニエゲート銀座2に 明日開開店店する新店舗報道関係者に公開されました銀座への出店初めてと、まあ、銀座というのは、まあ、商業の象徴でありますまさに1丁目一番地、まあ、銀座4丁目ですがね一番高いですけどあのそんなところで高い家賃で、まあ、ここも ここも家賃,は、まあ、家賃の高いところでやっていこうと思うと付加価値の高い仕事をせえへんかったらあかんわけですけれど100円1個売って0円で仕入れてきてても100円ですからね、えー、昨日のクローズアップ現代見てましたらもう場合によっては99円で仕入れているみたいな、うん、ありえないようなところまで今まあ値段が上がってきている。 でも100円ショップだから100円で売らないといかん消費税のことは置いといて、うん、で、まあ、300円ショップスリーピーもあの出しはるみたいです、うん、世界中のブランドが集まる銀座でチャレンジしていくワンフロア3店舗の同時出店で幅広い顧客を取り込みたいと、まあ、まだまだ 鼻息は荒いんですけどお店の数は増えてるみたいなんですけれど1店舗あたりの売り上げとか収益というのは非常に苦しい状況になっている僕たちはやっぱりちょっと100均との付き合い方っていうのを考えないといかんのだろう。いや、まあ ありがたいんですよ。ありがたいし、ほんまにまあ,あの視力なくなったからダイソー行ってるんですけどね。ダイソーまでちょっと歩かなあかんので、えー、もうほんま15秒20秒で行けたところに100均が当たってるのはとってもありがたかったんですけど、えーえー、まあ、その円安は見ようとすると、まだまだ進むのかもしれません。うん、これは物の値段を上げてまいります。 時時刻は9時12分新型コロナウイルスワクチンを3回接種した人若い人はそもそも重症化しにくいので差は出なかったんですが石川県、茨城県、広島県で1月から2月第6波の間に12万人を対象に調査をいたしました3回目接種後に感染した70代から80代の重症化率、致死率は2回か1回 しか接種していない人に比べてともに半減したとグラフが出ています。70代で言うと重症化率が1回か2回の人は1.94、それが3回打ってたら0.95、致死率1.14が0.63、まあほぼ半減。80代になりますと。 重症化率3.67%が2.15、致死率3.15が1.79、90代以上、重症化率6.26が0.97、えー、致死率が5.95から0.97ということなんで、まあまあ、うちも母親80代の半ばですので、注意は先頭は監視で、かといって、まあ、ずっと家にいて、運動量も減って、 えー、あるいはストレス溜まってっていうことの弊害もあるのでこの間、天狗にも初めて来てくれたんですけどね、えー、半年たってようやくうここのスタジオを見てもらうことができましたが確かにまああの年取るとコロナにかかった時の悪くなる率というのは上がるとただまあ3回目打ってたらその確率は減るということですね。うん まあその命に関わることですから何かあったときに割り切れるかというとそれは当然割り切れないんですけど目の前に毎日ありますのでね毎日の生活がありますんでね。そういう意味ではまあ僕はまあワクチンを打っていますので3回目も打ちましたのでえそのことを誰かに強要するつもりもありませんしいや打たないんですって言われたらああそうですかっていうだけ、え。ー でまあ、そのように思おうともしていますし、理性として、うん、それは、まあ、あのご自身、あるいはご家族で判断されればいいことなんだと思うんですけれど、ただ、まあまあ、読売新聞はまあ政府系ですから、まあ、政府が打ちましょうと言ったら、こういう記事を載せるんですけど、まあ、参考までにということですね。で、第6波から第7波の入り口に入っていまして、第6波が終わったとなかなか言えないような。 何万人もの新規感染者昨日の数字はどこに出ていましたかね、えー、っと昨日も5万7758人、うん、重症者468人亡くなったことが確認されたのは67人と、えー、世界で5億人累計感染者数、そうですね、累計ですからね、まあ、藤波さんのように、まあ、今回 えー、コロナ陽性となったみたいで、えー、まあ、2回目という人もありますから。うん。えー、なんですけど、ただまあまん延防止等、重点措置を取るという段階にはないというふうに言っています。もう多分できないでしょう。まあ、まあ、そもそもその緊急事態宣言とまん延防止等、重点措置の。 立て付けがもうそもそもおかしくて、あんだけ第6波多かったのに蔓延防止って言ってることの、えー、言葉自体がおかしいですよね。うん、ワクワク割がふざけてるって言って、自民党の中から批判が出ているっていうのもまあまあわかるんですけど、いやセンスいいタイトルかというとそうは思いませんが、えー、あんだけ10万人からの。 が毎日感染していた中でまん延防止等重点措置って言ってることの, <laughs> あのおかしさはその人は言ってはったんですかね、えー、ワクワク割がふざけてるっていう人は、うん、ね <laughs> そんな気はいたします、うん、えー、でコロナ関連でこれまでに 国のお金16兆円が使われているという記事が読売新聞の2面に出ております。えー、そのうち4割近くを占めたのが、緊急包括支援交付金新型コロナ患者受け入れのために病床を確保した病院への補助金、医療従事者への慰労金支給などに与えられています。でまあ、こういったことも必要だとね。 青い色で,で医療従事者の皆さんありがとうと危険を冒して、えー、みんなのために働いてくれてはる汗水たらしてはるそんな人にちゃんとお支払いができているのかという話ありました、まあ、一方でこんなに業者産人いるのかとかね大規模接種センターにとかうん、えー、まあ別のあれですが個人で経営しているところに一日何万円ものを 助成金が出るとまあ店やってるよりも儲かるわみたいなこともあったりもしましたよね国立病院で現預金や有価証券の積み増しが見られるつまり医療現場にこんだけ必要やからといってまあある意味ばらまいたまあそれはばらまく必要もあったんだけど決算してみたらいやここ金儲かってるでっていうところがあると 数字は数字って本当にいろんなことを物語りますよね。ということはまあ過剰にお金が出ていってたっていうことになりますわなまあ個別の病院で個別の状況を精査しないことにはさら言えませんけれど全体として決算したらコロナ禍でえ病院が儲かっていたと現預金も増えているし で有価証券も増えている、つまり、そんだけ国から、まあ、お金が入っていた、まあ、それは入った分が実際、必要な人たちに配られていなかったという見方もできますし、うんいいですねえー、今後、費用対効果の検証が必要であると、まあ、財務省は言っていると、まあまあ、この病院のことに限らないですけれどもね。はい 時時刻時19分 JTB と HIS コロナ禍で中止となっていましたハワイ行きのパック旅行をおよそ2年ぶりに再開すると発表いたしましたいいなハワイねえええ10問正解しなくてもまあ10万円あったらいけてましたよね行こうと思えばねうん海側の部屋は取れないけど山側の部屋でもそれでもまあ降りて、ええ、歩いていったら ねワイキキのビーチですよ。ねリリアンずっと言うてましたねハワイのことはワイに聞き言うてね,ねえもう死んじゃいましたけどねうんリリアンそれでも今でも「ー橋はえーとこだせ」ってねグランシャトーの CM には出てますがあのギャラは一体どうなってるんでしょうかうんね天国のリリアンに聞いてみたいもんですが。 えー、お通夜に行ってからもう2年になるんかなこの夏でね、えー、まあまあごめんなさいちょっと話が飛んでしまいました <laughs> あーハワイは10年ぐらい前に行ったのは最後かな、うん、ロサンゼルスへ行く手前でちょっと、うん、休憩じゃないですが、はい、1週間ラジオを休ませてもらって1週間休むとね金曜日の放送終わって金曜日の 午前中の便に乗りますと金土日月火水木金土日ぎりぎりに帰ってくるのは怖いっちゃ怖いんですけどえ10日間休めましたんで,えでハワイ寄ってからロサンゼルスへ行ってっていうのがもう本当に10年ぐらい前のことになりますけれどもえパック旅行スタートということですで。つい先日から あツイッターをまあ毎日読んでますけれど発信もしてますがオーストラリアが再開しましたという広告ツイートがまあバンバン出ていましてまあオーストラリアの有名なタレントさんとかも含めてですねお迎えしますよとね観光地もありますね美しい景色もありますオーストラリア再開してますよというキャンペーンですね。そしてナウルという 小さな島国があります。確か人口1万人ちょっとぐらいですね。えー、で、あのそのウクライあのあの、えー、島国なんですが、そこもナウルもの、えー、ツイートも非常に注目されてましてね。えー、なんか、うん、バッチつく。 それがめちゃくちゃ売れて、ええ、であの追加で作らへんかったらあかんみたいなことがニュースになってて、ええ、なんか誰やなんかたばこかなんな俺も近所でタバコ吸ってるわ締めよう、うんうん、長いことずーっと匂ってるからな あのー、そのナウルがあのツイートで面白かったのがまあ誰か中の人というか日本人が仕掛けてるんでしょうけど「えー、来年の絵本はナウルになることが決まりました」っていう <laughs> まあまあ南の方ですけどど,どっちえん、ー、なん,なん 東ぐらいになるんですかね、えー、真南ちゅうこなかったと思うんですけど <laughs> 来年の絵法はナウルになることが決まりましたっていうツイートを読んであそうかと、うんまあ、上海なんかでは今もロックダウンが続いてて昨日の4ちゃんテレビを見てましても、うん、なかなか大変なあ、ね、ゼロコロナ政策を続けているところもある一方で世の中は動き出してんねんなと、えー、いうことは思いました。うん、でこうやってまあ そのツイッターなんかでキャンペーンをすると、えー、これまでテレビだと何千万円何億円というお金を電通さん博報堂さんに払ってやらないといけなかったことがおそらくまあ10分の1100分の1の金額でできてしまうのでしかも届けたい人に届きますんでね、えー、そういう意味でも連日お話ししておりますように放送局とか 新聞とかっていういわゆるマスメディアが終わっていってるっていうのはあつくづくそう思いますねはい時刻は9時24分国産ジェット旅客機スペースジェットはもう失敗しています形式証明が取れなくてええでもう失敗をしているんですがなかなか失敗を失敗と認めない日本その日本の 国策企業でもあるると思っている三菱さん、えー、三菱が国を動かしているのだと三菱商事の人もねえー、三菱まあまあ UFJ いろいろ銀行も名前は変わりましたけどもう、うん、三菱電機も三菱自動車もねそう思ってはるでしょう。 まあそのきはよしなんですがそれが行き過ぎると鼻落ちならんところもある会社ですがえ飛行機好きとしてはまあ国産で作ってはるっていうのは頑張ってほしいなという思いはもちろん純粋にあるんですけどさまざまな企業体質とか日本社会の縮図がそこに表れてまして結局失敗なんですね。だかかからまあここまままでで使ったたコストとと開発で生まれた技術とかっていうのは結局、まあ 水泡に来しているわけなんですうんで、えー、4機作ったうちの1機をもう解体したらしいですねええー、もうそれはもう象徴的ですよねうん、まあかんと思うもんにそらマンパワーかけてられませんわなアメリカワシントン州にあります開発拠点も3月末に閉めてたみたいですまあ阪神バスが週に 1一本だけもともとチン電車走ってた天六までバスを走らせているそれはまあ新規に路線免許を取ろうと思ったらあめちゃくちゃめんどくさいんで、えー、まあ,あ路面電車からバスに変えて誰も乗らへんのですがあ、ねえー、その免許だけ持っとこうと1、まあ、回走らせる分の何百円かの。 軽油、ねえー、代とうんあの運転手さんの人件費はまあまあ,あ別にかまへんやんかと、うん、後からもう一回取り直すことを思えばっていうことでやっているのは、まあ、それはまあそれで理解するんですけど失敗したことを止められないっていうのはこれはまあ組織になると余計でしょうね。 先輩のやってきたこと先輩のやってきたことに立てつくっちゅうのがなかなか日本社会はできないんですよね、まあ、役所でもそうですし民間でもそうですしねええー、若いやつの失敗は上の人は叩きますけどねええー、お前ら何やってんねんと。 自分らも何やってたんの,の時代を通過してるんですけど生き残った上の人たちは若い人を何やってんねんは突っ込むんですけどえまだ上に残っている先輩らが失敗したことに対してはえ言えないですよね。ううそ,ううそしてまあ個人としても一回やったことをなかなか見切りつけてやめるっていうことができないっていうのはね。 まあそれはまあ自分の中でもありますわ、うんまあ、果たしてこの朝刊チェックをずっとやり続けてるのがいいことなのか、まあ、少しずつ増えてはきているとはいうものの、うん、やめ時を失っているという意味もなくはないですわね、えーまあ、その先にバラ色の未来を自分の中では描いているからや,やり続けているんですけどあのー、ねえワジョもちょっともう,もうほなもうハワイ行ってきます言うて、えー、パスポートあるからもう今から行ってきますって言って。 で次の日の朝ハワイから「ハワイ来ました!」とかって言いながらちゃんと仕事ができたらいいなと思ってねやってはいますけど <laughs> まだまだま <laughs> だまだまだそこには届きませんが皆さんのご支援が <laughs> 再生回数が <laughs> 必要ですけれどうんまあまあその自分のことは置いといてやはりこう一度始めたことを痛みも伴いながらやっぱりやめますっていうことの。 できない象徴の一つが僕の大好きなこの飛行機の世界の旧 m r j 三菱リージョナルジェットスペースジェットですね名前は変えたけど結局だめでしたねうん9時29分はい、えー、やめ時を失っているのでしょうか阪神タイガースもう今シーズンどうですか <laughs> 危険してもいいですかね <laughs> あの14敗目、1勝14敗1引き分け、勝率0割6分7人、うん、そして伊藤将司や藤浪慎太郎らが、えー、新型コロナウイルスに感染、うん、まあこれはまあ、ねうん、そんなもんもう1回かかったってかまへんわ言うてお姉ちゃんと遊んでたら、それはまあ叩かれるでしょうけど、そうでなくてもどこでどうね感染するかわからない今時代ですから、感染したことについて、どうのこうの言うつもりは僕はないです。まあ、それによって 投げられない試合があったところで、うん、しかしまあまあ3発三安打0点で勝つことはできません結局延長10回さようなら負け1対0となっておりますで昨日2軒飲みに行きまして1軒目のお店、えー、CC ハウス中島っていうお発電陣の中にあるお父さんの頃からやってはって。 お母さんも、まあ、以前は店で出られてててんこ盛りをずっと聞いてくださってたんでね、えー、あのサインとかし,して差し上げたら喜んでいただいたんですが、まあ、息子さんがやってあってこの間50周年になりましたここのマスターが、まあ、僕と同じように英子英なんですけれど二人で英子英で野球の話をし,してましたドラゴンズファンなんですよ、うん、で言ってたんがまあ 今シーズン、まあこのままいくと本当に阪神10勝しかせへんっていうね、えー、143試合やって10勝130敗というような記録的なことに、まあこのまま行ったらなってしまうわけですし、危険ももちろんできないんですけど、ただ、それだけの大赤字を、おおになってもですよ、来シーズンになったらチャラからスタートできるんですもんね。すごいですよね。まあ まあ優勝っていってもまあ実はそんなね7割8割の勝率で優勝は別にしてなくてまあちょっとプラスぐらいなんですけどねまあまあそれにしてもまあその黒字を翌年に税金取られた後内部留保して次のシーズンが始まるわけではありませんしこんだけ阪神みたいにもう気持ちいいほど負けてても来年ゼロからスタートできる。 羨ましいな思ってね、まあ、会社やとまあもちろん、累損を、ね、何年かで、はい、それでまあ利益を圧縮できるみたいなこともまあ,あるんですけどあの赤字は繰り越しますからね、ええ、黒字はまあまあ黒字で、まあ、税金納めて、まあ、そこは残せますけれど、うん、なんか、はあ、ええなあ思って阪神。 こんなに負けてても来年ゼロから始められるのやと思ってね。うんまあ、しかし今本当に監督変えるしか方法はないかなというふうに思います。以上長官チェックヘッドラインでした。さあ,あ残り時間あまりございません。えーっと今日は。 公益財財団団法人富士財団の提供でおお送りりをしております私、富士財団の活動をあの映像を制作という形でいろいろとお手伝いをさせていただいておりまして、このてんこ盛りスタジオが始まってからはですね、こちらで、えー、えー、人というです、ね、世のため人のため対談シリーズというのをお送りをしております。先般こちらからか、まあ、本当は 東京行ってお話直接伺いたかったんですけれど、えー、やはりまあコロナのことがありますので Zoom、えー、での対談ということになりました日本障害者協議会代表の藤井勝則さんのお話を伺っておりましてもうすでに財団のホームページ YouTube のチャンネルでアップされているんですがそちらをちょっとご紹介をさせていただきます 視覚障害者協議会の代表でいらっしゃいました。ごめんなさいいいは,は切っっててししまいますね、はいえーとまあ、コロナ禍でのので、ねえー、障害を持っている人たちの暮らし まあ健常者でもみんな大変なわけですけれどそんな中でどのようにしてあのその、えー、工夫をされていたりとか周りの方の支援を受けているのかというお話に始まりましてでこの視点は、まあ、正直僕にはなかったんですけれど、えー、ウクライナのこの戦争ですね。戦争っていうのは、まあ 障害を持つ人を作り出す怪我をさせてとていうこともありますし日常生活を送っているさまざまなサポートも受けながら本人さんも頑張りながらやって生きている障害者にとって戦争の状態というのは非常に健常者以上に当然うんもう受け入れがたいことであるのだというようなお話とかえお聞きしております。誰もが まあ、コロっと本当に死んでしまえば別ですけれど、えー、人生の末期においてですねそういう障害を持つというようなところを経てそれがまあ数時間なのか数週間なのか数年なのかわからないですけれど、えー、一言ではないんだという観点から障害というものにどう向き合うのかというのはお話を伺ったりしております。はい 是非ご覧くださいませ。公益財団法人藤井財団のページにアップされております障害の問題についての対談ですね。はい、ぜひご覧くださいませでは今朝の一言と今朝の1枚でお別れすることにいたしましょう。今朝の一言はこちらです。 どんな事業でもノーリスクはない。博打場を持ってきたくてうずうずしている松井大阪市長今日読売新聞が大阪市の松井市長にインタビューをしております、えー、大阪市内版「舞島をエンタメの拠点に」。 万博の後迅速に跡地を利用するのだと任期残り1年もうそれで辞めると言っています松井市長読売新聞のインタビューに答えました公約の達成度合いはと聞きますと着実に進んでいると松井さん選挙で公約したことは着実にやってきているのだと残りあと1年ですが 公約の一丁目一番地、一丁目一番地今話題のおっさんが使う用語ですね。ええ、一番大事なこと、だから一番大事なことって言ったらいいじゃないと、若い人に安住アナウンサーが今朝 <laughs> 言われてましたが <laughs>、一丁目一番地は重大な児童虐待ゼロ。ああ、一丁目一番地はそこだったんですか。うん、で児童相談所 4か所目開設に向けて施設運営に関わる人材確保を進めている、まあ、まあそれはやっていただいたらいいかと,と思いますが舞島はエンターテインメントの拠点とすると万博が終わったら速やかに会場跡地が利用できるよう事業者からアイデアを募る市場調査を行いたいとマーケットサウンディングというんだそうですが、まあ、ここもお友達企業に声をかけるということでしょうか。 そしてやっぱり一番聞きたいのは、博打場を作ろうとしているということですね。一応、IR 中心課題多くという視点の記者の文章もあるんですが、それに対しまして、松井市長はこう言っております。どんな事業でもノーリスクなんてない。はい、それはそうです。それはそうなんですが、そういう問題ですか 一番ダメなのは夢島を負の遺産のままにしておくこと新型コロナウイルスなど懸念はあるが誘致の実現の可能性は高いと思っていると言っていますいやもう空持ってこようとしていろいろ水面下でも、うん、水面の上でもやっていますよねええ爆竹は持ってきたくて持ってきたくてうずうずしているということが顔に書いてありますよ松井さんうん で一番ダメなのは舞島を負の遺産のままにしておくこと確かに舞島当初の計画工場なり何なりを誘致してというようなことができないできていない埋め立てすらちゃんとできていない地盤沈下も進んでいくという中でお金はかけたけど負の遺産のまま残しておくことが悪いこと確かにそうしかしそれが その解決が爆地場ですかとということどんな授業でもノーリスクなんてないというのは当たり前の話なのでそれは後押しするということにもならない当たり前のことですからそれはポジティブなことをやろうとしていてもノーリスクはない飛行機は飛ばせば落ちるかもしれないそれはそうです原発動かせば事故起きるかもしれないそれはそうですだからノーリスクなんていうことは当然ないだからといって やるべきことを瞬別するということとはまた別の話です前島が今負の遺産であるそうその責任はかつての異性者にありますねなかなか先輩のやってきた間違いを間違いですと言いにくい日本社会というお話はいたしましたがそうです確かに負の遺産ですじゃあその負の遺産をさらに大きな負の遺産にするという博打作りが正しいんですかという話ですね 負の遺産に負の上乗りをする上塗りをするそれが僕はバクチバを作ることだと思っています負の遺産のままでいいとは言っていないうん。まあ、それが別に舞島に児童相談所を作るということではないですけれどあの何かポジティブなこと大阪の未来につながることさ時間がかかることかもしれないけどそういう活動用法は考えたらいいかとは思います 新型コロナウイルスなどの懸念はあるが実現性は高いと思っている僕の疑問には何も答えていないこのインタビュー記事ですね、まあ、質問が悪かったのか答えていないのか答えていないことに突っ込まない読売新聞が悪いのかさまざまなことだと思いますが、まあ、僕はもう明確に明確に反対を表明しておりますだからといってどうなもんでもないでしょうけれど言い続けようと思います。 嘘をつく人間とか自分に都合のいいことを優先する人間は平気で何度も何度も繰り返していきますから何度も何度も繰り返すということはだんだんそのようになっていくということですからこれは国境線の巡ることなんかでもそうですよね常に言い続けないといけないということから僕は決めました言い続けますはいどんな授業でもノーリスクはない当たり前のことですそんなことが バクチバを持ってくるという理由には何一つならないと私は思います今朝の一言でございました では今朝の一枚に参ります今朝はのりこさんいただきましたありがとうございますお花です何ですかパッとわかった人えらいそうひめりんごの花なんだそうですちょっと大きさがこれわかりませんけどねひめりんごなんですがお花は結構大きいそうです えー、横に一円玉とか <laughs>、まあ、嫌いですがタバコとか置いてないとちょっと分かりにくいかもしれませんけれどもね、はい、ありがとうございます真っ白なお花送っていただきましたあなたもぜひ今朝の一枚にお写真をお寄せくださいませインフォアットマークてんこもり .com てんこもりは 10KOMORI でございます あなたからの今朝の一枚をお待ちしています今日もご視聴ありがとうございました時刻は9時43分になろうとしていますではこの後会社のミーティングがございますので残念ながらまた明日インジャンの後のアフタートークはございませんお許しくださいませ 今朝も公益財団法人藤井財団の提供でお送りをしてまいりました人、えー、藤井克則さん日本障害者協議会会長代表とのインタビュー対談もぜひご覧くださいませではまた明日インジャンです画面に向かってまた明日インジャンチョキそして高評価忘れずにお願いいたします